こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今現在、米国主導で台湾建造潜水艦計画が進行している。米国は原子力潜水艦しか建造していない現実があり、そのためか、何回か日本へ視察に来ている。極秘扱いとなっている海上自衛隊潜水艦を視察できるのは、米国の後押しがあるからだろう。台湾総統も視察に来ていた。潜水艦での台湾は遅れをとっている。対中国防衛のためには必要となってくる。日本の海上自衛隊では双竜型潜水艦の最終12番艦である東竜が2019年11月に進水したばかりだが、お隣の台湾の潜水艦事情は非常に危機的な状況だ。というのも、台湾は現時点で一応容積の潜水艦を保有してはいるものの、その容積のどれもが老朽化が著しいにもかかわらず、未だ改修を施して無理やりに収益を継続させている。2019年にはアメリカに依頼していた他国からの新型潜水艦の調達をついに諦め、自国での潜水艦の建造に着手した台湾だが、完成までの間をこの延命措置でしのごうとしている。しかし、台湾の保有する4隻の既存の潜水艦は、うち2隻はなんと太平洋戦争戦争時に、アメリカが建造した電池級潜水艦であり、未だ就役しているのだ。この1943年から1944年に寄港された2隻を、約20億円から30億円の費用を投じて回収し、なんとか延命措置を行ったというのだから、同情の念を禁じ得ない。台湾の残る2隻の潜水艦はズバールトフィス級潜水艦をベースに建造されたオランダ製であり、先の電池級潜水艦の2隻に比べれば、1982年寄港と多少は新しい。しかし、これはあくまで台湾が保有する潜水艦同士での相対的な新しさであり、海上自衛隊では同年代建造の潜水艦はすでに全席退役を迎えているのが現状だ。もちろん台湾は何もせず手をこまねいていたわけではなく、ブッシュ政権当時の2001年にアメリカに合計8隻の潜水艦調達の意向を取り付けており、全面的なリプレースを計画していた。台湾の欲する潜水艦とは、近海の台湾海峡を防衛する用途であることから、原子力推進ではなく通常動力型が要望されていたが、この約束をアメリカは履行できなかった。すでにアメリカ自体は自国で建造する潜水艦は原子力推進しかないことから、第三国から購入したものを台湾に引き渡そうとしたのだが、この購入先が見つからなかったのだ。これは先のオランダ製の2隻の時点でも表面化していた問題であり、本来6隻の調達予定だった同潜水艦も中国からの圧力で2隻で打ち切られた経緯があった。強大化する自国の市場規模とそれに伴い、政治的発言力を増した中国が自国の内政問題だと指摘してやまない台湾に対し、他国が潜水艦を供与することに強硬な圧力を加えているのだ。近年、武器輸出自体は
ガンワサレオーストラリアの次期潜水艦の選定にも参加した日本だが、台湾に対してはこうした中国の圧力もあり、アメリカ同様に支援は厳しいのが実情だと言える。2019年の米中貿易戦争の激化を鑑みれば、これまでできるだけ中国を刺激しない方向で動いてきたアメリカも、近年にないほど強硬な姿勢に対中姿勢に変化したように感じられる。この動きがあと10年でも早ければ台湾が潜水艦を自国建造するような流れにはならず、なんとかアメリカの口利きで通常動力型潜水艦を供与する国も現れたかもしれない。しかし、追い詰められた台湾が潜水艦の自国建造に舵を切る中、その他の分野、例えば M1A2 戦車や F16V 戦闘機などはアメリカからの大規模な調達が決定するなど、状況は変化している。それでも、すでに台湾が新型潜水艦の調達を果たせないうちに、増強を続けた中国海軍は、新旧合わせて57隻以上の通常動力型の潜水艦と11隻の原子力潜水艦を配備するまでに至った。これに対して、新型の潜水艦を多少投入できたところで、圧倒的に優位な戦力を保有する中国海軍に対抗することは、すでに現実的ではないと危惧する声も上がっている。ただし、日本の防衛大臣からの異例の声明で明らかにされたように、南シナ海においては、すでに15年ほど前から海上自衛隊の潜水艦が作戦行動を行っていたことが公表された。これは最新型の恩竜や東竜などの潜水艦でなくとも、中国海軍の哨戒網を潜って作戦行動ができていることを示した明るい話題だろう。こうした点を踏まえた場合、質的には未だ中国海軍の上を行くことが可能だと見て取れることからも、同じ脅威に対抗する台湾との連携を日本にも期待したいものだ。ただ、前述のように、日本もまた中国と大きな経済的な関係にあり、現実的には直接的な軍事面でこれをサポートする立場を取れないことは非常に残念な感がある。台湾が自国建造に踏み切った潜水艦の外観は、その模型の形状からは海上自衛隊の双竜型に非常によく似ていることからも、じくじたる思いを抱く。オーストラリアは良くて台湾はダメだとする現状は、今後ますます太平洋方面への圧力を強めると予想される中国に対し、変革を考えるべきタイミングではないかと感じる。ただし、日本の潜水艦の使用はオーストラリアの次期潜水艦選定で、フランスに敗れたように多分に汎用的なものではなく、日本の国情に特化したものであることは踏まえる必要がありそうだ。